伊勢志摩スカイライン浅間山頂展望台。ここには天空のポストと呼ばれるポストがあって、ノスタルジックな佇まいが自然に溶け込んでいると人気の写真撮影スポットなんです。いい感じに撮れましたよ。青い空と赤のコントラストがとっても綺麗です。まさにインスタ映えですね。2017年の新語・流行語大賞に輝いたインスタ映え。 SNS のインスタグラムと写真映えを合わせた造語ですが、三重県にはインスタ映えする撮影スポットがたくさんあるんです。今回の現場に聞こうでは、三重県内のインスタ映えスポットを巡って三重の魅力を再発見します。今や世界中に8億人も超えるユーザーがいるインスタグラム。三重県では国内旅行者はもちろん、外国人旅行者にも三重県の魅力を知ってもらおうと、インスタグラムを活用して情報発信を行っているんです。早速撮った写真をインスタグラムにアップしたいと思います。写真の色も加工することができるんですね。公式ハッシュタグビジットミエをつけて投稿するとできました。わあ、いろんな人に見てもらえるといいな。三重県観光政策課の山中さんにインスタグラムを活用した観光政策について聞きました。よろしくお願いします。最近団体ではなく個人で日本にいらっしゃる外国人旅行者が増えています。個人の旅行者は SNS で情報を集めることが多いようです。インスタグラムなら魅力的な風景を写真でダイレクトに伝えることができ、またハッシュタグによる拡散効果も期待できます。インスタグラムの活用は外国人旅行者を呼び込む効果が期待できるのです。続いてはこちら、鳥羽マリンターミナルです。真珠のネックレスをイメージしたフォルムがとってもおしゃれな施設です。デザイン性が高い建物は昼間の写真もいいですが、夜は一層幻想的です。この鳥羽マリンターミナル、ユニークベニューとしての活用が進められています。ベニューとは会場という意味。歴史的建造物や文化施設といったユニークな場所で国際会議やレセプションも開催すれば、その地域らしさを演出できる。鳥羽マリンターミナルは定期船乗り場でありながら国際会議もできるユニークベニューなんです。昨年10月には国際観光シンポジウムのレセプションが開催され、外国人を中心におよそ60人が施設を利用しました。この国際会議に司会者として参加していらっしゃいました村口優子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。外国人参加者にはここで開かれた国際会議はどう好評だったんでしょうか。そうですね、会議をしている場所はホテルの中だったので全く外が見えない状態だったんですね。それでここでレセプションがあって、ここへ来られた時に鳥羽の夕日がご覧いただけて、皆さん一斉にうわーと声を上げておられました。名古屋とか京都とか大きな都市ではアクセスがいいですから、会議の参加者の皆さんはほとんどお忙しいですから、なるべく大都市に近いところを好まれます。でそれをあえて三重県まで引っ張ってくるのには、観光とそれから会議と経験、そういったものをこの一箇所でギュッとできるコンパクトな国際会議の場を提供していく必要があると思います。外国人が参加する国際会議が増えれば県内の観光振興につながる。三重県は国際会議の誘致にも力を入れています。すっかり日が暮れてしまったんですが、続いてご紹介するのは夜が特におすすめのスポットなんです。こちらをご覧ください。
きらめく工場夜景が広がっています。四日市港ポートビル海テラスコーティーン、工場夜景を撮るコツを四日市観光協会の落合さんに教えてもらいました。落合さんも素晴らしい夜景ですね。そうでしょ。もうね、手前にね、なかなか遮るものはないので、はい、上から見るとこういうのも視界の絨毯の。今日はこの夜景を、はい、カメラに収めたいんですけど、こううまく撮るコツなんてありますか？はい、夜景を撮る場合ですね、はい、やっぱりこう光がやっぱり少ないので、はい、なるべくこう光が入るように長い時間こう当てる、景色に当てるっていうことと、はい、あとは長い時間当てるとどうしてもこう手ぶれを起こしちゃうと、こうなんかねブレちゃってうまく映らないので、はい、なるべくしっかり持つ、もしくはこう三脚で固定するとか、まあ、今日は多分三脚ないのでちょっとでも動かないように固定するっていうのが大事。それではこの日撮影した渾身の一枚ご覧ください。光がたくさん入った幻想的な夜景が撮れました。高機能なカメラを使えばもっと綺麗に撮ることも。ハッシュタグ海テラス14、ハッシュタグビジットミエでアップしてくださいね。皆さん、ぜひビジットミエをフォローしてください。そしてハッシュタグビジットミエをつけてどんどん投稿してください。みんなでミエの観光を盛り上げていきましょう。